気がついたら今僕はここにいた。ジャングルの中に残骸が残っておりますね。昔戦前に使用されていた何かだと思いますね。砂浜にもねゴロゴロと残骸が落ちております。戦争の記憶でございます。何か施設がねこの砂浜にもあったようでございます。砂浜でね戦争も行われてね血の海なんて言われているところもありました。リンゴの木ですね、今は少なくなってしまいましたが、ちゃんと今でもリンゴをね細々と育てておりますね。昔はねものすごいリンゴをね生産していたんですね。そしてこの島にはね野生の猿がいるっていうふうに聞いたからね探してみたんだけどもね、まあ、会うことはできませんでしたね。そんなこんなでここがパラオ国のアンガウル島でございます。そして次の日はですね船に乗ってねコロール方面に戻っていきますよ。真夏の日差しですね。2009年の2月かな、日本人も乗っております。アンガウル島を船で出発します。綺麗な海と綺麗な島影、あの岸壁の石積みを見るとですねヤップ島のね訪問したところを思い出すんですよね。ちょっと文化的につながっているなって思うんですよね。まあ昔日本がねそこに滞在していた証拠なのかもしれませんけどね。結構長時間乗ってましたね。風が強かったですね。この帰りの船はですね途中でね麦わら帽子がね風で飛ばされてしまいましたね。風だけじゃなくてね直射日光がものすごかったですね。みんなね、屋根のところに避難してましたけど僕だけね風を当たりながら日向のところに座っておりましたね。なんか精神的にぐったりしていましたね。まあでも景色だけはね爽やかな景色がずっと続いております。アンガウル島はね海洋の海に面の海洋の海のところにあって船でずっと進んでいくと途中からね環礁の中のラグーンの海に入っていくんですけどね。ペリリューはねその中間あたりですね。ラグーンの干渉の島にちょっと属してるっぽい感じだったんじゃないかなと思いますけどね。まあでもアンガウルからペリリューは見えましたからねそんなに遠くない島でございます。並走している船でございますね。いろんな船が行き交っているもんなんですね。もしかしたらもうペリリューは過ぎたかもしれないですね。ちょっとね細かい記憶がね残っていないんですよね。この後になんかどっか島に上陸したようなシーンがあったとしたらそこがペリリューですけども、それがなかったとしたらもうペリリューも過ぎていると思います。たくさんのね島が見えてきたってことはあれがね干渉のね輪っか状の途切れ途切れになった島のね一部だと思いますね。気がついたら今僕はここにいた。
そういうことでね、パラオにいるんですけどもね、パラオという国を旅しております。コロールというのはね、昔の首都で今も市街地になっているところでございますね。パラオはこんな感じ、フィリピンとかね、近くに国があります。で、日本海見るとこんな距離感でございますね。こんな感じでね、いくつか島のある国でございます。市街地はコロールというところでございますね。今回は船に乗ってですね、南のね、アンガールを目指しております。そして今回はですね、このね、アンガールという島からね、戻っていくという動画の内容になっております。今まで滞在していたのがアンガウル州でございます。気がついたら今僕はここにいた。船に乗ってアンガウルからですね、コロールの方を目指しております。もうね、あのね、途中のペディリューはね、過ぎているんだと思いますね。ラグーンの海の中に入ってきているんだと思います。綺麗なサンゴ礁の海が広がっております。空はちょっと曇っているのかな。でも風も強くて、日差しもね、だんだんと強くなっていったはずでございます。船の上でね、日差しに負けながらだらだら過ごしていったらですね、麦わら帽子が風で飛んでいってしまいましたからね。みんなね、屋根のあるところに逃げているのに、僕だけね、強気になって日向に、太陽の光を浴びておりましたね。屋根のあるところにね、椅子がね、少なくてね、立ってなくちゃいけなかったんですね。だから座りたかったからですね、日向の当たっているところにいたんですね。鳥がいっぱい見えておりますね。白い鳥、そして黒い鳥もいますね。ちょっと大きめの鳥ですね。日本ではおそらくお目にかかれないんじゃないのかな、わからないけどね。あの、海の黒い鳥っていうのは珍しいなと思いましたね。このチケットがですね、その世界一周のね、チケットなんですよね。アランザワールドチケットでございます。まあ、カウンター名的にはノースウエスト航空ですけどね、いろんな空港会社と絡んでおります。出発日は2008年の12月の19日でございます。成田空港第一ターミナル北ウィングですね。で、集合時間は7時45分なので、僕は 前乗りしましたね。夜中中椅子で眠りましたね。まあ快適でしたね。そんなに。そして日程表ですね。2008年の12月28日、成田国際空港がグアム AB1 パッド空港に向かいます。ノースウェスト航空の NW074。9時40分。午後のね、14時20分に到着ですね。このね、2時から、夜だと思ったけど、翌日の朝ですね。翌日の朝まで空港の中にいたというね。もうね、荷物がね、重たくてしょうがなかったんだよね。12時間以上、18時間ぐらい。レンタカー借りて、まあでも朝、早朝に帰すことができないかもしれないから、ホテルに泊まってもお金かかるし、荷物がね、軽くて、日本みたいにね、預けられたらね、よかったんだけど、言葉もちょっとよくわかんなかったからね。まあいいや。で、次の日が、
とグアムの空港からマジュロに飛んでいったわけですね。日付的には12月20日ですね。コンチネンタル航空の CO951 ですね。で、9時30分、あ、じゃなくて、6時ちょうど、なんで9時30分 ?6 時に出発して日付変更線を超えてないね。ごめんなさい。日付変更線超えてねえわ。さっきの説明で超えたって言ったけど、超えてないね。まあいいや。12時5分ですね。12時5分。そして、12時5分に、マジュロに到着ですね。で、そこでね、このマーシャル諸島ではですね、年越しですね。まあ、1ヶ月弱ぐらい過ごして、1月17日に、今度はまたコンチネンタル空港に乗って、トラックですね、トラック。ミクロネシアのトラックというところに行くわけですね。今の呼び方だとなんだっけな、トラックじゃなくて、別の呼び方があったと思うんですけど、ちょっと思い出せないですけどね。そして、トラックで、1月17から、1月22日まで、本当にちょっとだけですね、ここは。17、18、19、20、21、22、6日間、6日間ですね。で、今度そこからグアム経由でトランジェットで乗り換えて、ヤップまで行くんですね。ミクロネシアからミクロネシアに行くという。そんな感じですね。グアムでは、そうですね、15時50分発で、17時20分にグアムに到着して、そのまま乗り換えて2時間ちょっと過ぎの19時45分、コンチネンタル空港 CO953 に乗って、夜の9時20分に、ヤップ島に着くという感じですね。そしてパラオですね、パラオ。あ、1個抜けてるな。1個抜けてるよな。1個抜けてるよね、これね。ヤップ島の後に、ヤップ島からね、パラオに行ってるんです。ちょっとそのデータがないです。で、パラオでちょっと過ごして、2月25日、パラオからマニラ、フィリピンに行ったんですね。コンチネンタル空港の893ですね。9時35分発で、19時35分発で、19時10分発ですね。で、この次がマニュラからロサンゼルスなんですけどもね、2月25日に来て、3月13日なんですけど、これね、日付をね、変更してると思うんですよね。うん。マニュラでね。まあ、買った時はこの日付ですね。で、この間にインドに行って、で、マレーシアに行って、インドに行って、マレーシアに行って、インドネシアに行って、マレーシアに行って帰ってきてますからね。まあ、買った状態では3月13日なんですけども、これは変更しております。そして、マニュラからロサンゼルスに行くときはですね、ノーストウェスト航空の002便でね、これは成田空港経由でね、トランジェットでね、日本には入国しておりません。
で9時45分から7時45分発で9時10分、まあ日付変更線越えているので日にちは変わってないと思いますけどね。でまあこの日程はねどうだ変えたか忘れちゃいましたけども、まあ4月28日にロサンゼルスからシアトルに向かって、うん、AS45 なんですね、アラスカ空港ですね。11時30分で2時4分ですね。でここからね、西のカナダ、西か、西側のカナダを、あとアラスカも旅をして戻ってきて、5月26日シアトルからニューヨーク、アークに飛んで、11時45分発で20時08分ですね。はい、ニューヨークから出るのが6月20日で、まあ1ヶ月ぐらいあるんですけど、この間にですね、東北アメリカ、カナダを旅したわけですね。そしてニューヨーク、6月20日にニューヨークのニューアークから飛行機に乗って、これもコンチネンタル空港なんだね。ボネールですね。まあボネールはオランダの植民地だったかな、忘れちゃいましたけど、ボネールというカリブ海の一番南のベネズエラの近くですね。で、次の飛行機は7月2日なんですけど、この間に ABC 諸島のここは B なんですけども、 A だったかな、 A 経由で、ベネズエラの地方空港に行って、首都に行ってキューバに行って、ベネズエラに戻ってずっと来た道を戻ってボネールまで戻ってきて、今度ボネールからヨーロッパのねオランダ空港でアムステルダムに向かったっていうわけですね。ニューヨークからボネールは、深夜便ですね。で、カリブ海のボネールからオランダまでは、まあ夜出て昼着くっていう感じで一日日付が進んでおります。そしてアムステルダム空港からね、アクラ、まあちょっとね、アムステルダムでちょっとヨーロッパ旅をやろうかなと思ったけど、スリーに遭っちゃってですね、計画変更して、実際の日付はちょっと忘れちゃいましたけども、で、アクアですね、西アフリカでございます、オランダ空港、KL589、お昼過ぎに出発して夜到着でございます。そしてアクアからヨハネスブルクに行くのが9月5日でございますね。深夜出て翌朝の7時前に到着で、ヨハネスブルクから香港ですね、南アフリカ航空 EN ですね、16時35分から12時15分1日過ぎております。そして香港から成田空港でございますね。10月9日の予定ですけどね、これも予定が変わっております。お金がアムステルダムですぐに会ってしまってね、予定を早めてしまいましたね。5万円ぐらい吸われたかな。5万円でも悔しかったですね、すごい。まあそんな感じですね。